さあ、まあ、ということでねなんか視聴者のなんかメールでもちょっと見ていこうかなと思うんですけどもいかがでしょうかえっ、ー、とねんでかってね結構ずっと前からねあのー、結構ねいろんなメールは来てたんだけどさこうなかなかこういう場を作ってなかったから読むねあのー、ことをちょっとことができなかったんでえっ、ー、とね肩の力を抜いて見ていただけたら幸いです。 北海道の山奥に住む養豚家ですよければうちの豚肉をくるんで魔人の食卓で使ってくれませんかっておおちなみにあのファイルが来てるわえー、っとビデオムービーあビデオ <laughs> ちょちょちょ,ちょっと待ってあっこれ待ってガ,ガチこれまガチ <laughs> いやいやあの ごめんね食べづらいよ <laughs> こんな <laughs> うん、だってっえー、<laughs> こんなもうだってさえー、<laughs> だってこれ食用なんでしょ <laughs> ほらなんか紋章紋章みたいなのがある <laughs> えーやこぶこぶくこまぁ、あ、でもさあれ見ようぜしっかり俺たちが食べてるあの、うん あれだよ、これが。豚だよ。うん、再生できねえや、これど。どうやって再生するんだ、これ。いやー、そうか。こんなちっちゃいんだ。これ、でも、小豚なのかなうわ,かわ、かわいいなこうやって見ると。いやー、ね、まあちょっと、あの、ラジオネームはないですけども、えー、高級豚肉です。食べ、あの遠慮、遠慮します。ありがとうございます。言葉だけで。 ふとんちゃんさんもいつも楽しく会収を見させていただいています。ありがとうございます。長文失礼します。意見をいただけたら幸いです。男26歳。建築系の仕事。やがてこの業界に入り1年経ちます。現在大きなプロジェクトを任されて、一人でこなしていく自信がありません。プロジェクトによっては収録で8時に会社行き、24時に帰る毎日です。もう、違法労働じゃん。ねえ。この時点で。えー 待って一回読む,読むか、えー、会社の雰囲気もあまり良 <laughs> くなく先輩社長に頼りたいんですけどもこの業界または会社独特の殺伐としていて心を無にして中を怒られながら教えてもらっています自分でやりたいと思った思って入った業界ですしこんな現状とも理解して入社しましたが心が折れそうです辞めたいと思いますがこの会社は3年も続けたいと思っています布団チャンネルどのような立ち回りを考え方しますか教えていただきたいですあいやあのうん俺だったらば収録あの基本的に 基本的にそうだなえー、っと俺ちょっと度忘れしてるけども週40時間だよね基本的にあの人が働いていいまずあのやつって週40時間なんですよで残業は大体えー、っと1か月で今は40時間だっけ30時間だっけまあもうねこれだけ見ちゃうと 収録で8時に行って24時間、24時に帰ってるっていうと、えー、っと、1日16時間労働して、かける6だから、61が6、663だから、100時間なんだよねあ。あなたね、1週間で100時間働いてんすよ。その数字をもう一度見て、自分自身を振り返ってみませんか約1週間で100時間働いてんすよ。とんでもないっすよ、本当うん。 であれちゃんとデータがあってこのこれ以上働くと死んじゃうんだって死んじゃう可能性があるんだって特にあのこう心筋梗塞とか、まあ、心臓麻痺とかさなんかこうストレスとかによって鬱になっちゃったりとかっていう基準がそのぐらいだって言われてるからだからあの3年って別にそのこの3年の意味が分かんないけど3年の続けたい目的分かんないけどその3年間やって自分自身をダメにする可能性がある時間で今働いてるから俺はやっぱうん。 やっぱりね、自分も何度も言ってましたうつ病ってやっぱ感知はしないから、やっぱ寛解、うん、とかはやっぱするんだけど、あの結構難しいと思います。えー、っと、どんどん読んでいきましょう。今年で17歳の高校生なんだが、親父が死んで15年経つ。 来年母ちゃんが再婚するみたいで、去年の末に相談してきた。俺的に幸せをつかんでほしいし、新しい親父もいい人で、俺と妹にも良くしてくれて、同じベイスターズファンってことで賛成派なんだけど、妹が死ぬほど嫌がってる。布団ちゃんどうしたらいいかなあー。まあ、やっぱりね、あのー、君は優先するのは、やっぱ自分自身っていうかは、やっぱその、まあ自分自身っていうか、まあその、お母さんの幸せっていうのがやっぱ、 願ってるっていうところだから、許容できてるけどってとこなのかなうーん。しかもでも、で、ね、良よくしてくれて同じベイスターズファンで、あー。妹が死ぬほど嫌がってる。いやー、俺子供いねえしわかんねえけどあな、な、これ、これ、ほんと視聴者ひどくないとりあえずさ、どうでもいいからさ、妹を紹介してくれねえかとかさ、あのさ、ちょっと、 ひどいってば、マジで。よくお前それでさ、俺にデリカシない、デリカシないって言えるね、ほんと。ふとんちゃんどうしたらいいかなーって。うーん。まあやっぱり母ちゃんに、あの、一度、それを伝えるのも一つなんじゃないか妹が死ぬほど嫌がってて。で、母ちゃんと妹がもしさ、ちょっと話が、 結構しづらいとかできないとかだったら、ちょっと自分が中継役になって妹になんでってちょっとあの、ミーティングして、それを母ちゃんにちょっとさ、流して、いろいろちょっと、すごい嫌な理由っていうのはやっぱ共有して、なんか対策するのが一つかなって感じるわ。うーん。まあ、難しいな、なかなかな。うーん。 50行ぐらいのやつだとちょっと厳しいわ。ごめんな。発ル失礼者、こんばんは。いつもとんじゃねえ配信大丈夫だったんです、えーと。私、私事ですが、今大学3年生で、3ヶ月後に控える公務員試験の勉強しているところで、えー、どうにもこうにも集中できません。今の時期は1日8時間勉強して当たり前と、予備校講師は述べていましたが、私は1日8時間しているかどうかです。そんな私に何か一言お願いします。それほど話は変わりますが、最近体重が90キロになってしまい、先日大学で行われた、 えー、健康診断で体重と血圧の再検査告げられてししままいました何かおすすめのダイエット方法またダイエットのやる気が出る言葉があったら <laughs> まやる気をくださいとあ今ねそんなそんな今あのー、ちょっとね怠惰な私にやる気をくださいとまあそうねああそうね公務員試験あのね俺のね公務員ってさ俺いくつまで ちょっとどうかわかんないんだけど、俺の3個下ぐらいの子が最近公務員になったんですよ。で、あのー、やっぱね、大変そうなのが、まあ、公務員ってさ、やっぱりちょっと落ちたら来年とかになるじゃん。で、やっぱね、なんか結構大変そ、大変そうだなと思ったのが、やっぱ年下なんだけど上司っていう環境結構多いらしい、多いらしいのよ。公務員の方たちって。あの、年下なんだけど上司になってる方たち。まあ、うんで、ゆえにね、やっぱちょっとね、まあ、1年、 ちょっとダメでも来年あるかっていう考えは別に俺はあのー、嫌いではないんだけどまあただちょっとねうん新卒で行った方がすごくいろいろ心理的にいろいろ周りのこと結構気にしがちな人だったらなおさら楽なんじゃないかなと思うんでそうならないように頑張っていただけたらなと思いますあと90キロだったらばまあなかなかこのぐらいの体重だとねあやっぱ公務員だったらほらモテるじゃんきっとあの合コンとかでえ私こ俺公務員やってんだよねっったらちょっとモテそうじゃん公務員ってえ 超安定してそう、みたいな。めちゃく、え、公務員超安定してそうってならない女性だったらそんなことない。嘘。え、こ、え、そん、そんなことないの超ん退職金多そう、みたいな。ね持てるぞ。公務員で、あの、しかも、あの、これ痩せたら、お、ま、前、あ、とんでもなく持てるぞ。頑張ってな。これ何これ。は何これ。 あ、ごめん、これあれだわ、ごめん。俺の、あれだ、ファンザのメールだわ、ごめんね、すいません。失礼しました。視聴者の、視聴者じゃファンザのメールだったわ、ごめんな。失礼、失礼、失礼。消しましょう。えー、あーまあ、いや、これ俺が話ってよりも、専門家に話してもらった方がいいなと思うんだけど、これ俺、 俺ってやっぱさ、内科医じゃないからさ、全然そこら辺ってあれなんだけど、まあでも実際見るんだけどな、こロナこれあるでしょ、起立性調節調障害って。まああの、おそらく釈迦さんとか、あとは、あの、この前の、えー、っと、あ出てこない、あの、スモモンと同じ、あの、みりんケーキさんとか、もう <laughs>、あの、結構多分、わかんない、多分こその毛があると思うんだけど、うん。まああの、一つは、やっぱりね、あの、 要は自律神経とかって、まあ、その脳だったりいろんなその調節する場所があるんだけどあの脊髄とかねでやっぱりそれって気合と根性じゃなかなか治んないんだよね例えば対策としたらば、まあ、さっき俺この前言ったけどもあの足をダラーンっていや気合じゃ治んないだあの足をダラーンって下ろすよりあぐらの方が血圧は上がりやすいよとかあとはこれ買うといいと思うあのね でお医者さん行って、まあ、あの、血圧上げるお薬とかはもう大事なんだけど、てかそれが一番大事なんだけどね。こういう、またこれめちゃめちゃエロいな。あの <laughs>、うと、まあ、こういう、うん。あの、むくみ防止とか血栓予防とかの、こういうストッキングがあるんだけど、で、常にね、足が、 2 0トルないし3 0トル h g ぐらいの圧力でずっと足を圧迫されてるやつがあるのよこういう男性着圧ストッキングで,でこれやってる <laughs> これやればあの戻ってくる血流の,あの血流が増えてくるから、まあ、血圧が上がりやすいよっていうのがある、うんまあ、もし気になれば買ってみるといい <laughs> カバディっていう私はカバディの全日本指定選手としてプレイしていたものです <laughs> すげえ そんな方が、僕のし、僕の放送見てくれてんですね。で、皆さんにカバディを知ってもらいたいです。ぜひ見てみてください。え、カバディ、カバディってあれでしょあのさ、あれじゃないっけえー、っと、なんだっけなあの、出てこない。すごいよ、マサルさん。で、出てくるやつないの、ライン。 ソソニーソンポは契約時に1年間で走る予想距離をえこれカバディだな、ね、<laughs> ルールが分かんない <laughs> なんだこのルール <laughs> カバディカバディカバディっって えー、格闘技だね格闘技じゃないですかカバディ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 なんなんだこれやべルールが分かんねえマジで分かんねえけど今でもすげえファインプレーしたのは分かるわうん相手に触って陣地に帰るゲームだって カバディーブってあ今触ったねちょっとねあ触ったで陣地に帰るへえあっかっこいいねオリンピックとかになってないのかなカバディってこれとかなんだこれ分かんねえいやいやすごいかっこいいと思いますあのすごいわ格闘技だねカバディって俺の中で 触って陣地に戻るゲーム。うん。なんかルールわかんないタだな。なんか、集団認知みたいな感じがするね。えー、布団さん、俺の顔評価してください。配信載せでも OK です。<laughs> おお。お、ええー、やん。うん。かっこいいじゃん。え、かっこいいよね。うん。いや、いいんじゃない <coughs> これでさ、 ブスとかって言ってるやつはどんだけお前はちょっと乗せろよそれちょっと目とか隠していいからお前絶対顔ブツブツのさあれだろほんとなんか変なもう消せないおできみたいなのできてんだろうもうニキビ潰しまくってもう消せないなんかニキビみたいなのあるやつだろうだってお前かっこいいじゃんねえ布団ちゃん髪型変って言われたからリベンジですさっきの子だあ <laughs> いいじゃん あ、これ、こっちの方がいいわ。こっちの方がいいわう。かっけえよ、お前。眉毛、あのさ、あのさ、これ羨ましいよね。目とさ、眉毛の間が狭いやつってさ、羨ましくないかっこよくない俺結構離れてるじゃん、眉毛と目が。俺離れてるよね、この人と比べたら。羨ましいんだよね、この眉毛と目の間が <laughs>、狭い人って。 いやー素晴らしいかっこいいえーっと <laughs> 俺のアデノイド見てくれてなんか,か今 <laughs>、ね、アデノイドってさ俺さあんま分かってないんだよねあこれねこれアデノイドって何 <laughs> <laughs> ああ今なんか科学がちょっとこうあれだこうやってあのうーん少し人よりも少ないみたいな感じか ああ。ごめん、鼻がいいな。なあ。多分そんなに大きい鼻じゃないんだろうけど、この化学が痩せてるためか、鼻が団子みてでいいわ。いびきしなそう。こう、通気口が大きいから。うん。これアデノイドなんだこれ。うーん。 肌めちゃめちゃ綺麗だな。これぜでもさ、ちょっと意識してるだろ、これ。多分ね、このアデノイドに誇りを持ってるのよ、もう。その人らしさ、自分らしさを踏まえて。これはもう多分ね。めちゃめちゃもう誇りに思ってるの、これ。だって、みんなに見せてもいいぐらいの、あれだぜ。だからさ、これ何なのこれ俺のアデノイドを見てく、み、<laughs> これいいんでこの上向き今度。もう一度送る。俺のアデノイドを見てくれってこと上、上向きはいいのよ別に。<笑><笑>なんで上向きでまた送ったんだよ。えと、ー、顔が可愛い AV 女優一覧。あ、皆さんらしいですよこれ。あの、男だらけのコミュニティでもあると思うんで、ぜひ情報共有しましょう。僕 AV 女優本当知らないわ、でも。本当に知らない。全員知らない。 えー、いつも松本さんの配信を楽しみにしている19歳の学生です。父親がヨッチさんと同じ反ワクチン派であり、母と息子の僕が未だにワクチンを接種することができていません。えー 共用もするんだ。その自分が打たないだけじゃなくて、周りのみんな接種してるし、自分だって接種したいのに接種できないというのが最近悩みです。ちなみにワクチン接種券のようなものが届いているはずなんですが、父に処分され見つかりません。誰にも言えない悩みを松本さんの配信で大勢に聞いてもらうことで、少しでも気が楽になったらなと思いメールを送らせていただきました。頭のいい人らね、なんかさ、解決難しいけど、難しいってのは分かってるんだけど、みんなの前で聞いてもらえたらちょっとは楽になるっていう予測ができて送ってるんだったらば、本当に、 賢い人だったもんこういう人はそうだなー <laughs> あんどうなんだろうあの剣なかったらあれ結構やばいのかねマジレスすると再発行できあ再発行できんだってうんただ成人してねえとなんかわかんねえよなその成人っていうかその1人暮らししてればあれだけどさ世帯で来てるのか役所で何とかできんだあそうなんだなんかある 番号さえ分かっちゃえばね、あの、携帯電話で全部できるんだけどね。うーん。まあ、お母さんに相談するのが一ついいんじゃねえかなと思うま,まずは。母ちゃん味方してくれるんだろう。 <laughs> これかわ,いかわいそうだなこれちょっとごめんね仕事の話とかなんだけどなんか女の人からです新卒として4月に就職して9月に転職しました今の職場には女しかいません私も女ですがすごくある意味気力を使えます前の職場には逆に男の人しかいませんでしたがブラック企業らしいブラック企業で8時出勤22時退社で休日はなく早朝まで働くこともありました布団ちゃんは女しかいない職場と男しかいない職場どっちがマシですか えー、あと、えー、同性しか <laughs> いない職場でニコニコ話を合わせるのもなかなか難しいですね丁寧な生活をしているお客から普段よくスーパーをディスられますはああと布団ちゃん顔色悪くないですかなんか病的に白くて心配ですそうですかね俺別にあの女にもともと子供の頃からもガンガオって言われてたんではい 初めて付き合った子の,あのお母さんが看護師やってて、そのお母さんに、あら、まっちゃん、あんたガンガオだねって言われて、もう十、えっと、十五の頃から、うん、ガンガオ。うん、ガンガオって言われてました。はい。あ、おつぼねか、すみません。<laughs> まあね、難しい話ですよね。まあ最初のね、僕はね、あのー、やっぱね、 仕事する中でさ、やっぱ優先順位いろいろあるじゃん。まあ働きやすさとか、給料とかさ、休みとかさ、多分あると思うんだけど、まあ俺は結構働きやすさを優先するタイプで、で、その中の条件として、やっぱね、うん、これ男の人はね、これ女性の人は本当に申し訳ないんだけど、俺はね、やっぱあんまり女性がいる多いとこよりも、やっぱ男性組織の方が好きっていうのはある。俺はね。うん。 なんかね、やっぱ価値観が合わないこととか結構あってさ、あの、な、なんだろうな。まあ、よく言われるのが、あの、感情優先とかさ、あの、あ男の人とかはやっぱ、あの、数学的な数値優先みたいな、なんかこう、あの、目標優先というかさ。だから、あの、割とね、なんか俺の感覚だとね、ごめんね、で本当に女性の人に申し訳ない。全ての女性がそうだと思,思わないんだけど、あのね、手段にこだわる人の方が多いなっていう印象があるのよね。うん。 やり方重視みたいな感じで、うん、男の人は結果重視みたいな感じがあって。でもね、それは分かんない。うん、俺がたまたまそういう人と多かったかもし、多かったからかもしんないんだけど、でね、男性はね、あんま群れないんですよね。俺の中で。そう。で、女性群れるんですよね。俺ね、あのー、なんだったっけな。でね、 悪い噂すすすぐ広まったりするんですよね結構ねそうそうそうしかも脚色されてうんだまあ俺の専門学校時代のさねあのー、ババゴリアンみたいなあの顔とあのおっぱいがちょっと、あのー、触らせてくれたからそのままスケベしちゃった人がいたんだけどその子の噂がもう秒でねもう次の日には全員知ってて、うん、みたいなね、うん、男の人はそういうのしないじゃん男の人ってしなくないなんかおいって。 あいつさ、みたいな、うん。ただまあ、うーん、そうっすね。まあちょっとごめんなさい。あのね、僕は男しかいない会社の方が、まあ、いいかなとは思うんですけど、うん。マジで、ブラック企業はほんとすぐ辞めた方がええで、給料いいかもしんないけど、休みも多く、休みは少ないんだよね。マジで。体、自分の体と心重視でいてください。うん。あのね、 マジで俺もいろあのね。見てきたけどさ。そのね、やっぱね。部下とかいろいろ働き方を改革した。例ってあんまねえのよ。やっぱりね。頭が変わんねえとマジで変わんない。本当こういう働き方って。でもなんでかって言うと、労働基準法を上司が理解していないとマジで変わんないんだよね。本当。まあ、やっぱまだそれでもこの会社が好きで良くなってほしいっていう思いがあるならまあ、ローキーってやっぱりね。 あの、か、か、変えてもらうっていうの一つかもしれないね。あのー、タイムカードとかを、あのー、写真に撮るとか、あとはメモですね。あの定期、あの、よくこうやって、今日は22時退社に撮ったとかで、で労基入るときって、なんだかんだ結局、感情論じゃ撮あのー、対策してくんないんですよ。タイムカードとかっていう証拠とか、自分の、あの、メモ帳とかに書いてある予定とか、予定表とかを元に、あのー、いろいろ手こ入れしてくれるんで、あのー、頑張ってみてください。えー、っと、 私の心霊体験です。え、ちょっと面白そう。なんかみんなの心霊体験聞く枠今度してえな。夏、夏に。僕は、あの、小学生の頃、えー、布団ちゃん最近心霊体験しましたか僕の最初で最後の心霊体験のお話をします。僕は小学生の頃、地元の空手道場に通っていました。そこでは毎年、夏にお寺で合宿をします。この日はたまたま夜の練習がなく、友達と鬼ごっこをして遊んでいました。 僕が鬼になり、友達を追いかけている時です。いなくなって友人を探していると、お寺の本堂に二人が並んで立っているのを見つけました。もちろん僕は鬼なので、本堂に向かって走り出しました。そして、二人を追いかけて、本堂の真ん中あたりに差し掛かった時です。後ろから、おーいとかけられました。驚くことに、さっきまで追いかけていた二人が、追いかける前に僕がいた宿舎にいました。再び振り返ると追いかけていた二人は消えていました。僕は誰を追いかけたのでしょうか。はあ ちなみに本堂の奥にはお骨堂があります。追いかけ続けたらどうなってたでしょうかなんか鳥肌立ったわ、ちょっとだけ。<laughs> 最後の、この、本堂の奥にお骨堂があるって聞いた瞬間、寒いぼたったわ。<laughs> あー。はあー、なるほどね。鬼ごっこってさ、なんかありそうだよな。鬼ごっこしてるつもりで、なんか別の何かを、 追いかけてしまったしでもこっちが気づいてないだけであってさあーいやなんかちょっとこれはあのとても良い伝え方もとてもいいのであなたきっと文章で人に伝える手段多分すごい得意でしょうねきっとおそらく文章力がすごいまた是非なんか別の内容で送ってくださいズゾ,ゾってしたわああ脊髄損傷の方からです ふとんちゃんの配信いいつも楽しく見ています障害者です障害は頸髄損傷です。C6 の B2 の不全麻痺。これは、えー、っと、なんだっけ、エイジアでしたっけこれは。まあ、C6 っていうと、あのー、そうだね。肘曲げる筋肉。上腕二頭筋がちょうど C の6番なんですよ。だから、 そ,っかそこの筋肉よりもあの、あそこの神経よりも下の部分が多分、あのー、まあ、ちょっと障害が起きてしまってるという形なんですけど、約10年ほど前に怪我をしたので、足の骨密度が低くなってしまっています。形勢が強いため、他の頸髄損傷者よりも骨密度を保てるのです。あ形成が強いから、他の頸髄損傷の人よりは骨密度を保って てているんですがなるべくこれ以上低下しない自分でできることありますかあのー、でもやっぱりね立位を取ること立位を15分間取ることが骨の萎縮の予防になるって言われてるんですで結構あのー、いやね医者っていうかね医者なかなかな難しいところでもあるんすけど俺はあのー、俺はまあこういうね えと自分で立てないじゃないですか自分で多分この肘伸ばす筋肉も C7 なんですよ C の7番だからだからおそらくこの方肘を曲げるのと伸ばすのも結構大変なんです動かせるところは、まあ、肩の筋肉とかあの胸の筋肉とか首の筋肉は多分働くと思うんだけどえー、っと俺はねこういうのがすごいいいなと思うちょっと待っててねこういうリハビリあなたのリハビリの提案しますこうやって あのこれお尻と膝の後ろにこうやってベルトみたいにするんだよこうやって、うん、でこれあのー、前腕を机の上にこうやってあここにちょうどありますね書いてありますねえー、っと待っててね多分肘が伸ばせないし支えらんないから大変かなって思いがちだけどお尻でこうやって支えてでさらに胸の筋肉とか肩のこうやって筋肉が効くから後背筋とか大胸筋が効くから肘がここに乗っちゃえば肘は伸ばせないけど あの肩で支えられるんですよねこううやってうまいこと、うん、でことでれで15分間取れば自重が足の骨にも乗るんでうまいこと骨密度を、まあ、あの保つための1日15分間の立位っていうのが取れれば、まあ、対策できるんじゃないかなって思います。はい あの、多分、リハビリは多分ね、えー、っと、身体障害者多分手帳を使って、多分受けれると思うんで、介護保険とかが受給できる年じゃないんでね、26歳だから。多分、新商手帳とか使えば、多分、あのー、維持のためのね、生活障害に対するリハビリとかができるから、ぜひ、ちょっと、でも難しいよな。なんか、配信者が言ってたんだけどとか言わないでね、マジで。マジで言わないでね。マジで言わないでね、本当なんか角が立ちたくないから、うん。なんて言えばいいんだろう、うん。 こういう写真見てこういうリハビリやってみたいんですけどって言ってねそうこういうあのだってそんなさわかんないじゃん関節の角度がさ実は拘縮がしてて膝がこんなに伸びなくてこういうのが取れないからプロの人は選択しなかったとかっていう多分そのプロ側の目線もあるからさ絶対体を見てる人には勝てないからその人のでもなんかあのそういう方も見てくれてるってあのー 知るとすごく勇気をもらいます本当になんかねあのー、何かね何かあなたと俺ゲームできねえかし何か何かねなんかないのかな,なんかなスマホとかスプリントとか使ってねなんか俺あのー、手むず手動か,せ動かせない方とかにさ動かせるような,なんかこう装具みたいのを作ってた時期があるんですよなんかそういうことをしてさなんかねちょっと趣味的なところで少しできたらいいなと思うんですけどね、うん まあ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 、えー、何かね、興味があることがあったらまた教えてください。<laughs> あの、また、あの、脊髄損傷の方で、えー、っと、こんばんは、ふとんちゃん。現在、中学3年生で楽しい学校生活を送られてるんですが、あ違うか、お父さんか。お父さんが僕が小6の時に脊髄の病気で、下半身麻痺になってしまい、車椅子で生活しています。病気が起きて以来、夫婦仲が最悪で、1週間に1回大喧嘩するほどです。やばいです。 の母に対してダウン顔とか突発的に言ってしまい喧嘩になったり、えー、いつそういうことを言うのかハラハラドキドキしていますこれを相談しようにも特別扱いするのが嫌で誰にもできませんでしたえー、っと布団ちゃん聞くだけでも聞いていただい,聞いてほしいですあなるほどね <laughs> うーんまああの これねまあ、意外に世の中に知られてないのかもしれないんだけどあのね脊髄損傷って、まあ、知らない人もいると思うから、まああの頚椎とかさ胸椎、まあ、そして腰椎、栓髄ってさ、まあ、あ,のあるんだけどでその中に、まあ、脊髄っていうさ、まあ、あの脳みそから体の筋肉に電気信号を送るためのコードがあるんですよ。でそこって損傷したらさあの割と。 非過的で傷みたいにさ自然に治ったりしないんだよねやっぱりあのもうその体と付き合っていかないといけないっていう状況になるんですでこれあんまり世の中で知られてないことがと何が言いたいかっていうと脊髄損傷の人たちの確かねこれデータ間違ってたら申し訳ないけど7割の人たちがうつなんだって3割の人たちはまあ心は健康なんだけど脊髄損傷の人たちまあ慢性のね慢性の脊髄損傷の方たちはやっぱり あの7割がそういう状況にあるっていうのがあるから多分お父さんもやっぱその病気を転機にしてそういうふうにねなんか喧嘩が増えてきたっていうのがまあやっぱりいろいろあるんだろうなそこの自分の体と向き合うにあたってねお母さんと話できてるかそのことについてあのー、もしかしたらお母さんいろいろ分かった上でもしかしたらやり取りしてるかもしれないけどね なんかその何か困ったらそれはお母さんにちゃんとすぐ相談してちょっとすごい見てて辛いんだよねっていうのをまあお父さんにはなかなか難しいかもしれないけどなこの話を聞くと、うん、あの無理せず家族に相談してな、まあ、母ちゃんだったらまずいけんじゃねえか、うん ちょ、ちょ、ちょっと、まあ、よくわかんないけど、一回見てみよう。ええー、と、ペンネーム、リルチンさん、ふとんちゃんこんばんは、長文失礼します。12月のある日、暇すぎて、とりあえず、しこるってことに、幼なじみ、セフレと1か月、一ヶ月ぶりセックスみたいな内容のものでした。ああ、よかった。おい、そんなこと、あれだよ、そういう関係がいるかと思っちゃった。えー、直前まで見た河川さんの雑談配信を、面倒くさがって消さずに、そのまま二画面でしこって、 当てて寝ていました。起きてから河川さんの雑談の続きを見ることに。それと AV 同時一生して何ムクムク。以来河川さんを普通に見れないくなってしまいました。僕はどうなってしまったのでしょうかまたくとんちゃんこういった経験ありますかねえよ。<laughs> ないわ、うん。全然ないわ、そんなん。いや、でもまあだから、あの、それはね、あれなんですよ。そう、今コメントでもあるように、あのー、パブロフのね、犬の、あのー、実験ありますよね。ベルを鳴らしたら餌が出ると。あ で、そしたら、あの、それを繰り返したら、ベルの音を聞くだけで、ワンちゃんはね、唾液を出すようになったと。君はだから、河川さんの声を聞くだけで、ワンちゃんが唾液を出すように、おちんちんがムクムクとしちゃってるんですよね。うん、まあま、まあ、多分、一過性だと思うんで、それは。まあ、一過性っていうのはね、あのー、なんだ、ちょっと時がまあ過ぎたら、きっと治ると思うんで。今は その、楽しめ。その状況。なかなかないぞ。河川さんの声を聞いて勃起するっていう状況。その状況楽しめ。<laughs> えー、<laughs> いつもお世話になります。今年の6月にプロポーズすべく。ティファニーの30万する指輪をこの前買ってきました。ただ付き合って6年経ちますが、5年間セックスしていません。息子は腐ってます。付き合う前に出会い系サイトで出会った35歳の人妻に童貞を奪ってもらったんですが、今でも忘れません。布団さんのこんなの堅いの初めてってエピソードが出てきて、え、 できたレベルのエッチなお姉さんでした。それが今でもすれず入籍前に一度いたしたいと思っています。人妻とするべく Tinder を、ええー、始めましたが、マッチングしないです。どうしたらエッチな奥様とエッチできるかないつも楽しみにしてます。良い酒のつもりになってます。まあ <laughs>、<laughs> ま,まあ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 。まあ、そういう人もいると。そうだなうん。そうだなあまあ、だから、あれでしょ多分あるんだよ。結婚したら、もう、そういうの ダメだから、うん。結婚する前に一回だけあの、この経験をもう一度、え、どうなんだろう俺、俺多分ね、でもね、じゃわかった。これ解決策になるかわかんないんだけど、確かにね、僕も、 え、それも、いつでしたっけ、えー、十数年前に、新橋で友達と飲んでる時に、あのー、自称議員秘書の41歳の、ま、女性といたしたんですけど、まあ、すごいね、あの、ねっとりしてました。もうめちゃくちゃ。ほんと。すごいねっとりしてて、もうね、だって41年間、あの、チンポコやっぱり舐めてきたから、やっぱごめんね、さすがに41年間は舐めてないけど、やっぱりね、経験豊富がためか、こんな、俺も思った、こんなねっとり 取り舐められんの、久しぶりってか初めてって思うぐらいの、すごかったんですよ。で、その、あの、感想もいいんですよね。ああ、もうこんな硬いの久しぶりっ,つって。感能的なセックスだったんだけど。でね、それと似たような経験を僕、あの、最近得られたんです。それが、マットで Y ョなんですよね。そう。マットで幼女で、マットで幼女も、あのね、 いるんすよ。ねいるんすよったらそう子供いるのみたいなそう。いるんすよ。本当かどうか分かんないよ。そういう設定なんかも分かんないけど設定かも分かんないけど。うん、っていう、まあ、あの方もね、まあ、いらっしゃったんでなんかすごい年は23なんだけど。 でも顔が38だったの <laughs>。そう。23歳のユリナちゃんでーす、みたいな。うん。顔はね、でも俺の経験上こんな23はいないって。これは38だって思って。でも、めちゃくちゃ包み込むようなプレイだったんだよ。さーてとって、本当に。マックのさ、照り焼きマックバーガーのレタスを食べるかのように、俺の VIO の愛の部分の毛を食ってた。こうやってパクパク。ああ、美味しい、ああ美味しいっつって。だからそれは、 あのほんとそういう地合いの満ち溢れたものが町田にありますぜひご賞味あれ <coughs> みんなちょっと見てい釣り配信してくださいうーすげえでかいナマズ釣りましたわ待ってすお前でけえなお前もでけえなごめんなあびっくりしたわこれいいのこれうん餌は鳥のレバーですとナマズでかっうん へえ、これ何でも、ナマズなのこれ。あまり人には教えたくない場所なんだって。へえ。いやこういうなんか、怪異を釣ってみてえなー。俺なんだっけな、最近俺。可愛い女の子でさ、あの、釣りハンターしてるみたいな。多分ツイキャスやってる人かな。あれ見てて、ああ、おもろそうだなと思って、誰だっけな。じゃ、あの、女の人。可わいい子、結構。誰だっけな、名前。すげえ面白そうだったんだよ。テレビにも出てた。マルコス。そうそう。おめよくしてるな。マルコス。そう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 。 マルコス。マルコスがこういうの撮ってそう。布団ちゃんを肌に描いてみました。えどういうこといや、なんとなく怖いから、ちょっとなんか。どうやってか、アレルギーみたいになってるんじゃんけどなえかよ。はかはは。若干、若干怖いから、これ。うん。描いたところが耳ズばれになる病気で、痛くもなんともないため安心してください、やって。ははは。 一応だからあまああるよねこう書いたら赤くなるうんアレルギーアレルギーやんこれもう、うん,ん <laughs> えっとメールを読むわクを見てると自分と同じ、えー、書くとミミズれになる症状になる民がいて感動してしまいましたえー、ぜひミミズれ友達になりたいです <laughs> すげーこれあれじゃねえかよ多分さあのー、ここに修正期とか書いたのかな修正期とか多分 やってなんか日焼けのタトゥーみたいな日焼けタトゥーみたいにした,したんだよなんか貼り物してでその上から描いてで最後にベーって取ったらこうなるんだよなきっとおそらくいやすごいわうんすごいえは、ー、じめは名前がすごく似てる人だなと、えー、切り抜きから入りバブルヘッドの写真で一気にファンになりましたそして僕もかなりのくせげでスタイリングをしなければなかなかのバブルヘッドですえー、これ見してもいいんですか松本 なるほど俺とマジであのね名前がえっとね一文字しか違わない俺だってそう松本くんです <laughs> はいすごい、うん、えこれでもさめちゃめちゃ癖をいい感じにしてるよねいいアフロな感じがするわこれうん よちなみに、ちなみに、俺では、このモザイクの下の顔が見えるんだけど、めちゃくちゃイケメン。これ、めちゃくちゃイケメンだわ。じゃほんと羨ましいぐらいのイケメン。うん。いやー、こんなかっこいい方に見てもらってて、あの、見てもらってるなんて。僕は、幸せ者だね。